はい、皆さんどうもこんにちは、伊藤です。ファイヤーエンブレム風化雪月続きをやっていきたいと思います。こいつアーマーブレイクさせよう。アーマーブレイクさせます。この人は伏せです。ここには行けない。ということはもう一回ヒルダと、ヒルダな、ヒルダで引き込みしたいな。ヒルダセテスで引き込みしたい。1、2、3、4、5、6、7。引き込んで、まあいいや、やってみよう。計略今のやれ、やれ。この人は剣があれか、剣が弱点か。なら先生こっち行きたいな、行きたいけど、まあ待って。でヒルダがもう一発計略を打ち込みまして、援護します。援護します。誰かがいるときは引き込めないんだ、さすがに。じゃあどうする。アブラクサス、あでもローレンツ・ヘルマン・グロスタールならサイドができるので。マジかー。ローレンツ・ヘルマン・グロスタールの生徒撃。僕に考えが、僕に考えが。勇ましいね。セリフは同じやけど勇ましくなってる。はい、アーマーブレイク。逃げます。逃げます。そして。いい感じに削れる人、アロイス・ランゲルト。お、いいじゃないか、いいじゃないか、アロイス・ランゲルト。思い知れ、思い知れ。おあ、惜しい。 OK。 そしてこいつ最後はラファエルで、最強のラファエルでとどめやね。その前にリシティアでちょっとちょっかいかけとく。リシティアでちょっと遊んで、はい、どいてください。お、どいてください。テンポがね。よしよしよし、私まだ死ねないので。すごいな。万能鍵、なんだ、宝の鍵も扉の鍵も。おお、しかも3回使える、すごいな。盗賊の鍵みたい。そしたら残ったこの人たちを
フレンとかでお料理していきたいけど、ちょっと速さが足りない。マリアンヌ、マリアンヌは無理か。ブリザー、ブリザーならまあいいや。ブリザーで、はあ、よし、オッケー、進むしかありませんから。そしてフレンで、ウィンドで削りまして、どうするかね。クロード・フォン・リーガン、レベル低い。クロード・フォン・リーガンで、よし、勝つべくして勝った。それだけさ、これだけ。まあまあ守備魔法はいいんじゃない。これだけやってるやつ、間違えた。よし、だいぶ平和になったな。まああとは残党狩りみたいな感じですよね。だいぶ平和になった。はい、オッケー。こいつをなんとかして釣りたい。ローレンツ・ヘルマン・グロスタールいけるんじゃないか。ローレンツ・ヘルマン・グロスタール行ってみようか。弓持って、そして援護射撃のリシテアで、どうしようかな。フレンじゃなくて攻撃を上げたいから、ヒルダーみたいな感じかな。ここら辺のやつらも釣りたいんですよね。ただ弓と一緒っていう、弓と一緒か。マイクが相手から近づいてきてくれる。よし、魔が避けるモーションがちょっとシュールでいいな。はい、さよなら。あ、必殺が怖え。うわ、えい、必殺が危ねえ。僕の邪魔をさせない。先生でいいか。先生でここは先生でいこうか。先生でここはファイヤー装備の回復ライブ、よっ、ありがたい。そしてヒルダ、ヒルダかな、ヒルダ、あとはみんなサクッとサポートに行けるように。こんな感じかな。ああ、威力20。嫌な位置に来た。よし、よし。だがそこに来るということは、あー、こいつなんとかしたいな。ライナロック、ライナロックをドーラ、ドーラ、やっ、そ
ごいな、攻撃ですね、もう威力が。情けをかける余裕なんて。でかい化け物はまだ動けるみたいだが、力は弱まったようだ。あれなら倒せるだろう。でかい化け物、ゴーレム、ゴーレムを倒してても今のセリフは出るのか。ちょっと誰が操ってるのか、そういうのがちょっとよくわからんかったですね。セテス、セテス、もう。よし、最初から結果は見えていた。オッケー。このバンシーシータがすごい厄介。バンシーシータ撃たせないようにしない。バレンティン・モネリー、ベレット、スイリル、フレン、クロード・フォン、クロード・フォン・リーガー、ローレンツ・ヘルマン・グロスタール、レオニ・ピネッティ、よし。さあ、こいつを絶対殺したいな。おお、いける、いけるな。簡単に行きすぎてちょっと面白くない。ウィンド、やばい、こいつ魔法がお化けだ。26、騎士団かな、騎士団で強いのか、騎士団か。ローレンツ・ヘルマン・グロスタール、いけるかい。いけない、速さが足りない。ヒルダでいくか、レベル低いし。ヒルダでガツンと。あ、一撃だったそこら辺見てなかった。いいよ、私なんてまだまだですよ。いいよ、でこっち、でこのターンで決着をつけられるけど、ちょっとつけようか。もう拾うものないね、拾うものないよな。よし、じゃあ決着つけちゃおう。ブリザー、レベルが低い組で、なるべく。はっ、私やらなきゃ、私やらなきゃ。よし、いいよ。フレン、あー、まだフレンちょっと速さが。まあやってやるか。フレン、フレン、はい、よし、いいよ。レベルが低い人、34、35、34、35、魔法軍団でとどめさすか。よし、仕掛けが解除されたみたいだな。さて、レアさんのお宝はどこだ。英雄の遺産だと思うな。あったあった、宝物ってこれだよな。戻ったらよく確認してみよう。ちょっとまたゴーレムがどういう存在なのかが、これからも多分出てくるとは思うけどな。ここ限定ってわけでもなさそうな気がするしな。でも自分から襲ってこなかったのがちょっと気になるところですよね。
ゴーレム。でも魔物にも魔獣にも魔法タイプがいると、やれやれ、レアさんの仕掛け、思ったよりも大掛かりだったな。しかし窓だけであんなことできるのか、全く仕組みがわからないんだが、少なくとも急ごしらえでどうにかなる代物じゃないよな。とすれば、ああ、聖母にはもともとあの仕掛けが仕込まれてたってことかもしれない。だとすりゃ、自分たちがいた時あそこは聖人の墓って以外に何か別の目的があって気づかれたのか。これでまたレアさんに聞きたいことが増えちまったな。早く再会したいもんだよ。ところで、回収したお宝だが、ところこいつはすごいものかもしれないぜ。女神の加護を受けた伝説的な武具を教団はいくつか保有してたはずだ。今回手に入れた武具はきっとそれだ。めったに手に入るもんじゃないぞ。ま、託されたのは先生だし、好きに使ったらいい。じゃ、俺の好奇心も満たされたことだし、ぼちぼちやるべきことに戻ろうかね。あ、セイロスの盾。盾。神聖武器。魔物からのダメージ半減。ほう。いいけど、ちょっと装備する先が。あんまりまだ候補がないね。じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。さよなら。